ムーア軍はアメリカ合衆国のテネシー州にある軍。軍庁所在地はリンチバーグで2000年国勢調査時の人口は5740人であった。隣接するコフィー軍、フランクリン軍とトゥラホーマ小都市統計地域を構成している。国勢調査局によるとこの軍の総面積は338平方キロで、うち335平方キロが陸地。 総面積の0.93%に当たる3平方キロが水域となっている。2000年の国勢調査時点で、この軍には5740人、2211世帯、1686家族が暮らしている。人口密度は1平方キロあたり17人で、平方マイルに換算すると44人となる。住居数は2515件で、1平方キロに、 平均発件が立っていることになる。住民のうち白人は95.84%、アフリカ系は2.72%、ネイティブアメリカンは0.19%、アジア系は0.14%、その他の人種は0.51%を、根血は0.61%を、ヒスパニックは0.78%を占める。2000年国勢調査の結果をもとに作成した軍の 人口ピラミッド2211世帯のうち30.7%は18歳未満の子供と暮らしており、65.1%は夫婦で生活している。7.6%は未婚の女性が世帯主であり、23.7%は家族以外の住人と同居している。21.4%が一人見世帯で11.1%を独居老人の世帯が占める。 一世帯あたりの平均構成人数は2.55人、家庭の平均構成人数は2.95人である。住民のうち23.3%が18歳未満の未成年、8.24%が18歳以上24歳以下、26.5%が25歳以上44歳以下、26.3%が45歳以上64歳以下、 15.5%が65歳以上となっており、平均年齢は40歳である。女性100人に対して男性が98.12人いる。一方、18歳以上の女性100人に対しては97.8人いる。1世帯あたりの平均収入は36,591一米ドルで、家族ごとでは41,484四米ドルである。 男性の平均収入は31,559ベイドル、女性の平均収入は29,87ベ米ドルで、労働者でない人々も含めた、住民一人当たりの収入は19,040ベイドルとなる。総人口の9.6%、家族の7.8%、18歳未満の子供の11.7%、および65歳以上の高齢者の12.1%は、 貧困線以下の収入で生計を立てている。世界規模でテネシーウイスキーを展開するジャック・ダニエルの本社所在地だが1920年から1933年の禁止法実施期間中に禁止軍となった。アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステーツセンサスビューロー。 http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。